皆さん、おはようございます。ます本日はご対応のところ、ご出席いただき、誠にありがとうございます。出席員16名であります。これより決算特別委員会を開きます。先例により、記録署名委員を委員長から指名いたします。または委員、石津委員、以上の方にお願いをいたします。本日はご案内のとおり、知事、副知事の出席を求めて、総括審査を行い、 質疑終結後、評決を行いますので、格別のご協力をお願いをいたします。この場合、知事から発言を求められております委員長岩崎知事。委員の皆様には、委員の皆様には、去る9月に、9月定例見解におきまして、決算特別委員会が設置されて以来、 終始熱心にご審査をいいただきままして誠にありがとうございます審査の過程におきまして、委員の皆様からいただきました貴重なご意見、ご提言につきましては、今後の県政運営に反映してまいりたいと考えております。本日は、決算の総括審査をしていただくわけでございますが、どうか十分にご審査たまりますよう、お願い申し上げまして、ご挨拶とさせていただきますどうぞよろししくお願いいたします。 これより審査に入ります。令和2年度広島県歳入歳出決算認定の件、並びに令和2年度広島県公営企業の決算の認定および剰余金の処分の件を議題といたします。これより質疑を行いますが、発言時間は各委員、答弁を含めて20分以内といたしております。発言時間の計測は、委員長席および質問席の 残時間表示形によること,とし各委員の持ち時間がが終了すすると質問席ののランプが点滅をいたします委員の皆様方には持ち時間が終了する直前になりましたら質問を要望に変えていただくなどご協力をよろしくお願いをいたします説明員の皆様方には答弁も発言時間に含まれておりますので答弁は的確かつ 簡潔にお願いをいをたしま,すまた、答弁のために自席から移動する際も速やかな移動を励行してください。それでは、通告者に順次発言を許します。